港カモジグサ、それらの操作がより容易になっている。染色体数は10本であり、ゲノムサイズは2.72億円期体と、イヌカとしては小さい。走行が小さく、3ヶ月から4ヶ月程度で種子を収穫でき、室内の蛍光灯火でも育つという特徴も研究に適している。現在では、港カモジグサは比較ゲノミクスにおける有用なツールとなっている。 また本種は小麦や大麦と同じ一物なぎやかに属することから穀物の生産性向上や病気への抵抗性の理解を目指した研究のモデルとして期待されている。進化発生生物学エボディーボにおいても有用なモデルとなっており、特にすでに創始用植物のモデルとして確立されている白いヌナズナとの分子電学的機構の比較研究などが行われている。 ありがとうございます。